はい、皆さんこんにちはです。今回はこちら、キーキンキスを作っていきたいと思います。やっていきましょう。材料、ホットケーキミックス、牛乳、で、マヨネーズ、卵です。適当っす、こんな。適当に。半分入れてください。牛乳ですね。牛乳はちょっと少なめで。これがいいっす。んがいいっすね。んがいいっす。で、卵。こんぐらいの量で混ぜ混ぜしていきます。なんでもいいっす。これは僕でやります。この時に牛乳入れすぎるとふわふわのやつがなくなってしまうので、結構混ぜます。これは生地作りですね。混ぜます。混ぜてください。卵入れんくても勝負できるから、これが失敗する原因です。ふわふわな作り方は入れます。ネバネバしてる方がいいと思う。ネバネバしてる方がふわふわになります。これ少なく、そういう粉が牛乳入れすぎるとマジで良くないです。こんぐらいで結構混ぜて、こんぐらいで OK です。焼いていきます。マーガリンを使ってフライパンに敷き詰めていきます。混ぜていきます。混ぜるっていうか全体的にねつけていくんですよ。生地を投入、ここで、ちゃんとスプーンを使いましょう。フォークでやってると全然すくえません。全然すくえなかったよこれ。はい、全体的にね、この時にちゃんとひとひとみたいな感じやから、ちゃんと分厚くするためにはもうちょっと牛乳の量を減らして、もっとベタベタする感じの方がいいと思います。多分ホットケーキじゃなくなんねえぞ。なんかまあ感じでスプーン用意してます。これは洗い物を一つ増やしましたね。これはダメですね。バッテンポイントです。長いですね。食べてます。めっちゃ美味しい。もう生地美味しくないですか。めっちゃ好きですよ。で、蓋かぶせていきます。で、火の強火とか弱火あるじゃないですか。あれは弱火でやってます。これで、パン生地がその分厚くしすぎると火が通らないんですよね。強火とかやと。で、こうやってちゃんとね、蓋をしてやれば中まで火が通るんですよ。これ結構大事なところです。最近ちょっと気づきました。今日ブツブツしているんで、生地がひっくり返しときです。つかめないんですよね。あるあるやと思う。これひっくり返し、でこれでなんかバターつけてるとなんかこんな感じになると思う。バターなしやとなんかうまくいくと思います。そろそろかなと思って、で裏面とりあえず見ます。火通ってるけどね、一応裏面も大丈夫。あー、まだかって感じね。様子見です。火通ってないと美味しくないからね、大事です。ここは今こんな感じっしょ。グラメン確認して OK ってことで OK ですってことで、もう生地が真っ白っすよね。びっくりっす僕も。ということで完成です。じゃじゃーんってセルフ音源レモネードやん。こんな感じで完成です。はい、ということでやってきました。こちらですね。めっちゃふわふわじゃないですか。
パンケーキちゃうやんって思って思いつつもこうやって作ってるんですけど、いつもこんな感じです。分厚くなってるから、なんかもうパンです、パンじゃないな、パンかもしれない、これパンケーキ。一応ね、何枚か作ったんですけど、まあ何枚作りましたってフォース食べてみようかな、食べてみようか。いつもマーガリンなんで、いただきます。絶対うまい、絶対うまいよこれ。マーガリンつけてね、つけて、パン、なんやろうな、あーしぼんでいくなんか今日失敗した感じ。卵ない方がふわふわしてて美味しいかも。美味しいというかふわふわできるよ。卵ない方が簡単かもしれない。出てきます。うまい。うまい。めっちゃうまい。うまい。こんな感じで。ちょっと、こんな感じです。めっちゃうまいわ。ねえ、卵ケーキみたいな感じです。まあいつも通りです。あ、この動画が良ければ、まあこんな感じでやります。あ、この動画が良ければチャンネル登録、高評価をお願いしましたけど、バイバイ。